ララ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 ラさんのクリスマスイブガズレレリグシンプル簡単バージョンやっていました。やっぱりこの季節歌いたい曲ですね。しかもこのメロディーラインもうね、 JR の新幹線がこう思い浮かぶようなそんな感じですけど、思いっきり歌っていきましょう。そして今のシンプル簡単バージョン、ガズレレ動画と一緒にゆっくりできたという方は次のステップがあります。それはですね、ご自身だけで歌ってみるということでございます。 YouTube と一緒じゃなくてね、その時の参考にね、やっぱ紙に書いたりして楽譜を見ながら歌うのが最初はいいと思うんですね。いずれ覚えた方がいいと思うんですけど、その時の参考になるように、いつもこのガズはですね、画面にこの今手書きでこれを見ながら画像歌ってるんですけど、こういうのをね、これから映してシェアしようと思うんですけど、今このサービス始まってます。このサービスはガズクラブというサービスでございまして、毎月660円のクラブ活動費を頂戴しまして、今日のクリスマスイブを含むガズが今まで取りためてきた膨大なノート楽譜の中から毎月5曲ダウンロードしていただけるという画期的なサービスでございます。でもそこでわちゃわちゃやってクラブ活動楽しくやってますぜ、皆さんチェックしておいてください。それでは、ノートを見ていきましょう。はい、こんな感じになってます。これね、ちょっと見てもらいたいんですけど、これイントロって書いてあるでしょ。今のシンプル簡単バージョンはもうイントロそのものをちょっとショートカットバージョンさせていただいて、今のシンプルバージョンはここから始まりましたということ。これこのイントロなんですけど、めちゃくちゃいろいろ書いてあるでしょ。イントロ結構奥が深いんで、これ後でかっこいいバージョンではこれしっかり説明していくんで、今はひとまずこう映しておきます。じゃあこんな感じでさっと映すんで、一時停止してメモっていただくか、動画のテロップを一時停止していただくか、あるいはガズクラブでこのノートを楽譜をゲットしていただくのも素敵かなと思います。はい、さーっと映していきます。これも皆さんご存知の曲ですからね、結構メロディーはいいと思うんですけど、やっぱコードはね、でちょっと注意点、ここまで書いてきて、いやこれちょっと書ききれねえなってことで、こっから急にこの長さが半分になってますんで要注意です。はい、よくあるパターンです。これ土地がなくなってきちゃったってことでございまして、すいません。ここまではだから普通の1,2,3,4 ブロックで、ここから8ブロックの表記になってますから、ちょっとこの辺ご確認を。そしてここが、ランダラランダララ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 ラ、これララララがね、言えないんですよ、早く。ララララララランダラランダララ、これがあのね、間のあのメロディーが入って、またこの B メロに戻っていくという感じ。そしてね、構成としてはここまでやったら、今度見て、A の2に戻ります。A の2ってどこかというと、ここですね。はい。きっと君は来ない。これに、こうやって終わったという流れになっております。はい。こんな全貌でございます。はい。それでは出てくるコードを解説します。今映ってるコードの赤く囲ってるやつは後半やるかっこいいバージョンなんで、これはちょっと今のところ隠しておきましょう。そうすると、これだけでできますね。C と Am、F と Dm、G7 と Em7。この6個のコードで、今のガズレレ流簡単バージョンのクリスマスイブ、できますよ。このね、6個のコードはちなみに超入門コードのグループ、すなわちドン。これです。ガズレレ必須コードのグループでございます。私がめちゃくちゃ分かりやすく解説している動画、ここに貼っておきます。このリンク先の動画見たら、もう10個のコードね、めちゃくちゃ分かりやすく覚えられるんで、必見です。今日その中から6個出てくるということで、この簡単バージョンは今それでやってみました。ゆっくりね。はい。そして、これからかっこいいバージョンの解説に入っていくんですけど、やっぱこの曲はね、やっぱりもう皆さん、歌はきっと歌えるでしょうね。だから4つ引きで一回歌の確認をしてですね、それからこのかっこいいバージョンの、ちょっとリズムがね、今度ね、かっこいいやつになりますからね、入っていきましょう。じゃあ、ここから。
かっこいいバージョンの解説に入っていきます。かっこいいバージョンでは2つほどコードを追加させていただいていこうと思います。はい。まず1個目はですね、はい、ここに書いてある。G7 指そう。これよく出てくる簡単。これ簡単です。はい。まずね、G を押さえてください。G7 を押さえてください。こことここの三角形。小指見てください。ここを足したら G7 指そう。離したら G7。こうやって行ったり来たりする。特にイントロでこれよく出てきますんでね、今回は。特にイントロでっていうか、イントロしか出てこないかな、G7。イントロだけですね、出てくるの。はい。そして、もう一個出てくるコードがこれですね。これはなかなか珍しいコード。F#7 です。これね、押さえるの結構簡単なんですよね。押さえる場所は、こことここなんですよね。言い方変えると Em7 のと押さえる場所、一個こっちにずれたという感じだとわかるかな。はい。それでこれなんですけど、ちょっと後で決めのとこでこのコードが一瞬出てくるんですけど、ちょっとね、これ、ちょっと後で解説します。いわゆる場所はここだぞって覚えておいてください。はい。そしたらですね、次は流れとしてはリズムの解説に行かせていただきましょう。まずリズムはですね、ドン。8ビートのチャがメインなんですけど、イントロ今回つけるでしょ？イントロではですね、アルペジオと、これはなんていうのかな、ルンルンビートというか疾走ビートというか、ちょっと特に、リズムの名前はないんですけど、シンプルなストロークの、リズムを使おうと思います。まずですね、じゃあ、8ビートのチャと、アルペジオの弾き方は、ここにリンク貼ってみましょう。はい。このリンク先はウクレレでできるリズムのいろいろというガズレレホームページの1枚で、その中からアルペジオと8ビートのチャ、それぞれ動画がアップロードされておりますので、もう濃厚にそこでやってみてください。で、この8ビートのチャというのはこういうリズム。でしょ。このチャがね、結構こう、なんていうの、ドラムの感じを出せる、すごくかっこいいんですけど、これ、ね、初心者の方、いきなりこのリズムに調整するの難しいんで、こういうのやったことない、こういうのストロークって言うんですけど、やったことない方は、8ビートからやってみるのがおすすめ。8ビートってチャが入ってないですよ。チャを入れると、はい。こっちの方かっこいいんですけど、まずは8ビートが基本になりますんで、そこからやってみてくださいと。そしてアルペジオはね、比較的弾くのは簡単ですね。はい。こんな感じになっております。そして、ちょっとここからじゃあ、イントロの解説に、今の流れで入っていこうと思うんですけど、このマーク出てくるんです。このマーク。この矢印マークはシンコペーションといって、リズムが前にスコーンと食い込んでくるよということで、イントロはですね、まずこんなコード進行から始まります。G7 サスポーから G7、矢印が入ってます。G7 の前に。これやってみます。アルペジオです、ここは。せーの、3、はい。わかった？シンコペーションリズムがスコーンって入ってくるでしょ。デン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 、ここでバーンと入ってくる。これがシンコペーションです。はい。今のアルペジオでシンコペーションやると今みたいな感じになります。デン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 。はい。この感じちょっとやってみてください。これアルペジオの普通のアルペジオではちょっとこの紹介がないんで、シンコペーションするとちょっとフレーズが変わる。ここら辺がポイントでございます。はい。そしてですね、さっきも言ったんですけど、今日は特に弾き方ないけど、こう、特殊な弾き方というか、まあまあ簡単ですよ。で、次の、前奏が2段階に分かれてて、イントロ2、まあこうしときましょう。さっきのアルペジオはイントロ1。今度これからやるのはイントロ2ですね。じゃあ次はこんな感じでやりたい。ちょっと見といてください。かっこよくないですか。これね、コード進行書いてあるんだけど、これね、1弦の3フレットずっと押さえたまんまこのコードを動かすんですよ。 C はだからいいでしょ。次 G7 の時もここ C 押さえたまんまだから、つまり G7 サスポーになるんですよ。こういうこと。次は Am もここ押さえてるわけよ、1弦の3フレット。そう、その次 F もこうだし、 Dm もこうやって押さえちゃう。つまりずーっとこの音を響かせたままコードを動かしていくっていうイメージがいいと思うんですよ。そして右手の弾き方は C だけでやると、トトトトトトアクセントだけ、トトタトトトタト、これでちょっとこう平たいビート感をちょっと出したいなというふうに思います。これを参考になる動画としては、さっきのリズムのいろいろなところでルンルンビートとか疾走ビートっていう、これが結構参考になると思います。ちょっとやってみてください。そうするとゆったりした感じ。 G7 C 押さえたまま、次 F も C 押さえたまま、次 Em7 もですよ。で次 Dm も、
D マイナーを抑えながら C のところを抑えるのちょっと難しいんで、まず最初に僕はね、D マイナーを抑えてから、後で1弦の3フレットを抑えると結構楽です。C を抑えたまま D マイナーを抑えようとするとすごい狭く感じるんですけど、一回離しちゃって、D マイナーを抑えた後ピッとこう足すと結構うまくいくかなという感じがしました。あとはワンブロックに4つ入ってくるとか入ってるんで、ちょっとイントロだけここで練習して、G7 サス4からシンコペーションで G7 行って、もう一回 G7 サス4からシンコペーション、まだもう一回やります。ここ、次の F はシンコペーションなしで、次のシンコペーションダーンダンダン、今のダンダンっていうのはこの FFFG7 のダンダンでやる。次はじゃあイントロ2に入っていきます。次は C を押さえたままコードが回っていく、トトタトトトタト、せーの3、はい。次 G7 押さえたまま C、次 Am 押さえたまま C、次もまた G7、 次 F でしょ、響きがずっとこう Em7 で、 Dm をちょっと遅れて押さえて G7G7F G7、 雨は余計にと入っていきます。これイントロが結構、これ結構難しいっちゃ難しいかなというふうに思うんですけど、今の解説でちょっと何回か練習してみてください。はい、そしてですね、 A メロの最後からこの B メロの心深くに行く前のところで一箇所かっこいい決めがあるんですよ。ちょっとやってみましょうか。今 G7 から、はい、さっき出てきた F♭7、ジンデデツタン、こんな感じですね。はい、ここの決めが結構かぶる。心、次のこの心深くのところにも決めが入ります。ちょっとね、これテロップ見ながら一緒に見ていてください、ね。ワン、ツー、スリー、フォー。わかった。ダンダッダダツタッダンダツタッダン、こんな感じ。FFFF ダッダン、また矢印マーク、シンコペーションの君、これ心深く、ここに合ってます、言葉に合ってる。ここ B メロのところ、まだ消え残るも同じような感じで決めていきます。でその後のところも、B メロのね、秘めた思い叶えられそう、次も G7F から C から G7、 こんな感じでコードもちょっと変わっていく、このな今の流れて落ちていくような、そんなコード進行に変わっていく。やっぱこのかっこいいバージョンでコードの動きがちょっとかっこよくなってます。決めはこんな感じで入るには入るんですけど、でも全体のこう見てみるとすごいゆったりとした、イメージですね。淡々と進んでいく、こう雪がこうしんしんとこう降り出すみたいな、そんなイメージがやっぱりいいんじゃないかなというふうに思うんですけど、はい、このちょっと切ない歌詞の内容とやっぱりこの CM のイメージとか、あ、やっぱクリスマス独特のね、あのちょっとイメージをこう思い描きながらやるのがいいと思うんで、まだ今からね、1ヶ月半ぐらいありますからね、練習してクリスマスに思いっきり気持ちよく歌えると思いますよ。行ってみましょう。山下達郎さんのクリスマスイブガゼレレ流かっこいい場所をやってみる。1、2、3、4。
ララ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 ラみました。あのイントロのこのアルペジオから入ってこうだんだんこうビートが増してきて A メロに入る、ここの辺かっこいいですよね。雨は夜更け過ぎにこう入った時にこうガーッとこう突き抜けて8ビートのチャでこう疾走感がパッと開けるような感じ、決めとかもねこうかっこいい、決めるともうかっこいいんじゃないかなというふうに思います。あと1ヶ月半ねクリスマスまで、この時に思いっきり今から練習したら、歌えるようになると思いますよ。この気分乗っけて歌っていきましょう。はい、スマホとかタブレット持っている方、これ入ってますか？ガズレレでリリースしているアプリがあるんです。ガズレシピというアプリ、これがめちゃくちゃ便利な、あの楽譜が見られるサイトなんですけど、すっごい見やすい楽譜で、簡単バージョンとかっこいいバージョン両方の表記があって、あとメトロノーム機能とか、あとね画面が自動スクロールしたりとか、すごく多機能な、アプリになってるんですよ。これにですね新たな楽曲が40曲追加されましたよというお知らせでございます。今すぐにですね皆さんスマホとかタブレットにこのガズレシピ、検索していただいて、インストールお願いいたします。これ楽しいアプリになってます。無料版ですけど、中でいろいろ有料の楽譜を変えたりすることになってます。無料版がありますんでね、ひとまずはダウンロードとかインストールお願いします。そしてこの、アプリで使用している楽譜がなんと本当の本にもなっております。リアルな本ですよ。これはガズレレが出版している本でございまして、さあのこの後紹介するリットミュージックの本とはちょっと違うやつで、こっちはかっこいいバージョンのね、さっきも言ったけどあのガズレシピっていうのは簡単版とかっこいいバージョンの両方の表記があるっていうところがちょっと特徴的でございます。これはですねもう大絶賛 Amazon でご購入いただけるような状態になってますので、ちょっと Amazon 内でガズレシピと検索してみてください。そしてガズレレではですね、日本の最大の楽譜出版会社リットミュージック社さんよりこういうね楽譜、簡単楽譜の、出版をしております。今4冊出てるんですけど、これがものすごいベストセラーになってまして、ありがとうございます。この4冊で累計16万部を超える、すごくヒット商品になってるんですけど、やっぱり簡単でとにかく分かりやすいっていうのが特徴です。この本はですねもう大型書店さんとか楽器店さん、もちろんインターネット書店さん、 Amazon とか楽天ブックスさんとかも置いてあります。これはあの本当におすすめですね。初心者さんはまずはこれを、ゲットして練習していただくのがいいと思います。その他にガズレレではいろんなグッズもリリースしてます。このストラップとかキャップはハニーさんのハンドメイトだったり、これについてる水引きなんですけど、これ私の両親が水引き歴も50年以上と大ベテランが作って手作りものだとか、まあいろいろそういうこともあったりとか、まあまあこのガズレレのホームページ見ていただくと大体のこと分かると思うんですけど、とにかくいろんなことやっております。このウクレレもね毎月後半にね予約注文とか受け付けて、またそれもね YouTube でもアナウンスしてますけど、とにかく山盛りガズレレのホームページをご覧になってください。さあ皆さん楽しく音楽やっていきましょう。音楽って聞くのもいいけどやる方がもっと最高。ガズレレ YouTube チャンネルと、最近ではねあの鍵盤楽器ピアノでもガズレレのやり方でやったらものすごく面白いよっていうね、ガズピアノという、YouTube チャンネルも始めてます。こっちもめちゃくちゃ簡単でめっちゃ面白いんで、これもねガズピアノぜひ、探してみてください。楽しく音楽やろう。それじゃあ皆さんさよなら。